アントニオ・カルドラ、アントニオ・カルダーラは、イタリア・バロック音楽の作曲家。オペラと宗教曲の両面において重要。ベネツィアのバイオリニストの家庭に生まれる。聖マルコ大臣院の聖歌隊員となる傍ら、おそらく、ジョバンニ・レグレンチのもとで、いくつかの楽器を習得する。1699年に、マントバ校、フェルディナンド・カルロの招聘を受け。 マントバ公ゴンザーガ家の宮廷学長となる。1707年にマントバがスペイン継承戦争の中、オーストリアに並行され、ゴンザーガ家が没落したため、1708年にオーストリアのカルル大公に仕える。1709年ローマに移り、デスポリ大公の宮廷学長に就任する。1713年、ドイツ皇帝となったカール6世に招かれ、 ウィーンの宮廷学士となる。1715年、ウィーンの宮廷学長、マルカントニオジアーニが没すると、カルダーラは自らを宮廷学長、または副学長とする、要神聖ローマ皇帝カール六世に請願書を送る。これが認められて1716年に、ウィーンの宮廷副学長に就任、以降没するまでその地位にあった。80曲余りのオペラを作曲し、 その3分の2がウィーン宮廷のためだった。メタスタジオの台本のオペラやオラトリオが重要視されている。当時のカトリック圏としては、やや長めの気学パートが華麗に活躍するミサ曲を残しており、バッハのロタンチョウミサ曲への影響がしばしば言及されている。ありがとうございます。